ちょっとね、お仕事終わりです。仕事終わりなので、ちょっとそれでこの後もちょっと用事があって、卒業してきました。あ、今日だったの？お疲れ様。今日だったのね、ねむこちゃん。おめでとう。楽しかった？あるかな、携帯の充電器あるんかな。怖くなってきた。ねむこちゃんおめだね。全国的に卒業式は今日。いや、どうなんですかね、広島はでもそうでもないですよ。全部ってわけではなさそうだと思う。もちゃんは3月終わるまで JK ですよ。まだ JK だよ。もう4月1日から社会人、まあ、今も社会人だけど一応。そう、今まで社会人と学生だったんだけど、今日からじゃない、あの4月からあれです、社会人オンリー。ねむこちゃん写真送ってよ、今日の。前髪切ったんよ、短くしました。短くしたよじゃん。わかったわかった、待ってるね。こんばんは、こんばんは。ひっそり大学生にはなってないです。あの、皆さん私が勉強してる素振りを見せましたか？あの、もしもしあの勉強してたらもっと配信できてません。多分受験してたら毎日できないね、ショールーム。止まっちゃった。そうだよ。推薦もね、取れるような、推薦取れるようなね、そうですね、成績収めれてないですね。そうですね。そうな、学割が終わってしまうんよ。本当にそれだけはもう悲しいです。なんかは今月で学割が切れます。しゅん、映画見なきゃ、映画見なきゃ、映画見ます。でも3月忙しいよね。友達と映画行こうってなったんですけど、うん、多分忙しすぎて行けない気がしてるんだよね。あと4月からも JK 年、4月からも桃花は卒業することが確定しておりますので。イエーイ。
おめでとう、ありがとう。私卒業できないって思ってた自分は、でも確定してるのでご安心を。この間も言ったけどね、 JK4 はしません。そう、今日中に学割という名の素晴らしきものを使わないと。そういえばね、学校のね、後輩ちゃんとほぼ話さないんですけど、今日話して、もう、なんだっけ、ももかさんでした、読み方ももかさん、ももさんだった気がする。キャッ、びっくり。知っていいですかとは聞かれんけども、なんか結構知ってる人も多分いるから、普通に何も言われないです。ありがたいんです。結構似てるなんですよ。髪長いから結構もうグビッと伸びましたね。パパパパパパ、サインくださいっていうか、なんかでもなんか同じ学年の子と写真とかは撮ったことある。なんか別のクラスの子とかと一緒に撮ったことあるよ。上履きにサイン、そんなそんなしてないよ、そんなことは。ステイホテトって聞かれたらセンターですが何かと、いや嘘はいけません嘘はいけません。制服の第二ボタン文化、私は見たことないですね。第二文化ってことですよ。第二ボタンをもらいに行く女の子を見たことがないです、今実は。第2ボタン開けたことある、あ、ネクタイもらうとか、そういう文化があるんですね。そういうブレザーだったね。あ、なるほど。でも中学校の時はあれでしたよ、なんか見たことないですよ。でも今日22日楽しみだね。でも私さ、10時 MV10 時やけんさ、あのね、そう10時やけん、ももちゃん何も言えないのツイッターでなんか感想とかも言えないんよ。だから明日また配信とかで一緒に話そうね。ツイッター動かせないから10時から。そうなんよ、だからみんなと一緒にその時にこう一緒にさ、なんて言ったらいい、共感し合いたいんですけど、そうフライングでいいんだなフライングでなんて言えばいいんだ。そうリアタイしながら一緒にね、なんかあの味わいたいんですけど、ドキドキ感というか。あ、そうだ、ツイッター不具合になってる。なんか検索しても何も出てこない。そうね、卒業は3月末までで、
卒業式が終わっても多分3月中は JK ない JK という受験それ高校生扱いないだから4月からじゃないとできないですね。何分何秒の文字え、もうまだ分かんないんですけどね。なんかまあそう見てないんですよね。そうね、うん。だからまだ見れない。MV の話できるよね。楽しみにしてるもんかも。もう忘れてしまっていいんだ。息の仕方変えよう。チュッタタンタタンチャンチャンチュチュチャンチャンチャラ。今これを歌った瞬間一瞬歌っちゃダメだと思ってしまった歌ってよかった。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。こっそり 22時からねできないようにちゃんとされてるんですよ。あそうサブスクでねできる。寒い。お、行き帰り聞いてくれてた。嬉しい。いい曲だよね、本当。トラメンバーのツイッター、その場にいたらまあ。チャルームじゃないルームではまあ別に自分で作ればできるけど本当に怒られるから。でももうねもうダメだってなる。緊張するってかテンションいいよね。でもかいありがとう。そりゃそう本当よ。え、0時3分くらいまで配信できるの？大人のルームメンバーのルームは、ね、いないよ。だって今一緒にいない。その時間帯多分メンバーといないからできないね。だから明日話さない。そうメンバーのやつの声もねあんま入っちゃダメなんですよね。そう4月になったら解禁なんだけど基本配信はできる日は10時今まで通りって感じです。んでお仕事の関係で遅くなっちゃった日は夜ももちゃんになるということで。明日話そうね。ありがとう教えてくれて。ごめんね短くて。明日また話そうね。トシさんコリラちゃんありがとう。久しさんコリラちゃんありがとう。エイトさんチューリップありがとう。タクアンさんピュピュありがとう。ブラザー48さんコリラちゃんありがとう。タクアンさんコリラちゃんありがとう。隕石さんトートありがとう。タカヤさん、リラックマありがとう。ユウキさんリラックマありがとう。デングリさんリラックマありがとう。アピアノのピンさんコリラちゃんありがとう。深緑さんリラックもありがとう。ピノさんリラックもありがとう。タランボさんピョピョありがとう。タカヤンさんコリラちゃんありがとう。ピノさんコリラちゃんありがとう。
マッコイさん、コリラちゃんありがとう。コウスキさん、コリラちゃんありがとう。エサカさん、コリラちゃんありがとう。ケンイチさん、コリラちゃんありがとう。ゼータンさん、バラありがとう。ドラガンさん、星ありがとう。コリラちゃんもありがとう。トシさん、コッペとありがとう。マボロシさん、コリラちゃんありがとう。マリちゃん、コリラちゃんありがとう。ピアノのピンさん、コリラちゃんありがとう。 S110 さん、リラックもありがとう。キビランゴヒコお兄さん、リラックもありがとう。グングングンシさん、リラックもありがとう。キビランゴヒコお兄さん、ピュピュありがとう。スタング大佐さん、リラックもありがとう。カノルニさん、リラックもありがとう。ボガさん、コリラちゃんありがとう。ユキアキタさん、リラックもありがとう。では読みましょうかね。13位のコウスケさん、ありがとう。12位の幻さん、ありがとう。11位のゼタさん、ありがとう。一日お疲れ様、ありがとう。10位のキビナゴヒコニーさん、ありがとう。9位のユユキさん、ありがとう。8位のタクアンさん、ありがとう。7位のマピアノピーさん、ありがとう。 MV でももちゃん探すね、公開楽しみ、ありがとう、探してね。6位のタラウさん、ありがとう。5位のS110 さん、ありがとう。4位のドラゴンさん、ありがとう。ポニーテのモカ先輩、今日も可愛いですねありがとう。3位のタカヤさん、ありがとう。2位のピノさん、ありがとう。1位のモカしか撮らない、 MV はモカしか見えない、リクアワと6周年昼を待ってる、いっぱい撮ってね、ありがとう。 MV きっと映ってるだろうから見えてないから分かんないんだけど、あの探してください、モカのこと。それではありがとうございました。あ、15分出たっけ。出た、ありがとう。バイバーイ、また明日、今からメール送るね。バイバーイ。